どうも。一人で撮影してまーす。この動画は前回のシーマスター300の動画の続編として撮影してます。前回の動画は概要欄にリンクしてあります。はい。無事にですね、シーマスター300のブラウンレザーのベルトをブレスに交換することができました。 こちらがオメガブティックで外してもらったシーマスター300のベルトです。で、こちらがブレスになったシーマスター300です。 こんな感じです。やっぱちょっとドームガラスだと反射しちゃいますね。ベルトはベルトでおしゃれだったんだけどうんまあこっちの方がしっくりくるかな。 シーマスター300はもっと人気が出てもいいモデルだと思いますね。前回の動画でもお伝えしたけど、ヴィンテージ感があって、ドームガラスとサンドイッチダイヤルの相性が抜群にいいですね。ドームガラスっていうのはその名の通り、えー、ガラスがフラットではなくドーム型になってるんだけれども、サンドイッチダイヤルっていうのは ダイヤルが二重構造になっていて上のダイヤルのインデックスが深掘りになっていて下のプレートの色が見えるようになっていますねまあちょっとどう説明していいのかわからないけれども多くの腕時計のインデックスは出っ張っているんだけど C マスター300は凹んでいると。なので違う立体感を醸し出しているという感じかな。こう横から見た方がわかりやすいかもしれないですね。ドームガラスだからこそ、どの角度から見ても立体的に見えます。 ちょっと動画だと分かりにくいかもしれないけど、立体的に見えます。あとはね、秒針がロリポップスタイルになっていて、すごくこれもオシャレですよね。やっぱりね、シーマスター300はビンテージ感があって、とにかくオシャレ。ロレックスのサブマリーナもかっこいいんだけど、 なんかこう、面白みがないというか、普通のダイバーズウォッチですよね。まあ、かっこいいとは思うけど、袖元からサブマリーナが見えてる人を、おしゃれだとはそんな思わないと思うんですよ。ただ、シーマスター300が見えたら、なんか、おしゃれじゃないですか。 俺はそう思っちゃうんだけど、だから今現在サブマリーナを持っている人が2本目のダイバーズウォッチを買うとしたらシーマスター300でもいいんじゃないかと思いますね。個性があっておしゃれなダイバーズウォッチとして楽しめると思うので、うん。あとはね、け こ前の動画のコメントをくれた方は普段はスピードマスターを腕に着用してるんだけど雨の日だけシーマスター300を着用していると言ってましたねそういう使い方もいいですよねまあスピードマスターもそれなりの防水性能が備わっているんだけど俺も雨の日って でなんか気分的にダイバーズウォッチを着用したくなりますね。うん。オメガの良さっていうのは伝統を大切にするところだと思うんですよ。1950年代から70年代あたりのデザインを大切にしていて、現代まで引き継がれているんじゃないかと思いますね。 それがシーマスター300だったりスピードマスタープロフェッショナルだと思います。そして伝統的なデザインのスポーツウォッチに最先端のスペックが備わっていると。だから多分ロレックスよりオメガユーザーの方が年齢層が 上なんじゃないかと思うし、マニアが多いんじゃないかとも思いますね。特にスピードマスタープロフェッショナルなんかはマニアが多いんじゃないかと思いますね。うん。えー、今日は以上ですかね。それではチャンネル登録お願いします。素敵な腕時計ライフをお楽しみください。